ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズアリーナより車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルファロメオ 4C ローンチエディションをご紹介させていただきます。毎回なんですけど、はい、そんなに詳しくないですよ。いやいや正直、はい、うちもちょっとアルファはそんな強いかというとそうでもないので、まあ、なかなかちょっとその取り扱う機会もないですね。少なめですよね。にもかかわらずまたこういうちょっと特殊な車を用意してしまったと。ただもうちょっと僕下調べもさすがにもう全く調べじゃまずいなと思って、はいはい、少しだけ下調べしたんですよ、はいはい、あとさっき、まあ、ちょっと予習で車を見たんですけど、はいはい、これすごいっすね。すごいです。びっくりしました、はい、そしてアルファロメオをなんで今までこう知らないで過ごしてきちゃったのかなと思うぐらい、はいはい、なんかすごく奥が深いし、はい、全然深いですね、はい、すごいメーカーだなっていう、うん、ですね。で僕言ったらもうフェラーリとアルファロメオのそのつながりも大して知らなかったんですよ、うんなんとなくこう世の中的になんかこう近い存在だなっていう雰囲気あるじゃないですか、はいはいはい、具体的にどこがつながってるのか全く知らなかったんですけど、なんかもともとフェラーリの創業のエンツフェラーリがアルファ出身なんです、はい、そうです。あ、それは常識なんですか、まあ、だから結構そのフェラーリと距離が近かったりとか、一時そのフィアットグループで一緒だったりだとか、はいはい、そこら辺でもみんなもうですよね。ですよね、はい、あのマセラティとか、はい、もうなんかもそのグループの中で一緒だった、はい、なります。フェラーリ今独立して説明会社ですよ ね、 すね、はい、なんで非常にその辺と近くって、はい、もう手の届くスーパーカーっていうことで、はい、もうちょっと細かいところまで今回見ていきたいと思います、はい、で今回ローンチエディションということでもうただでさえちょっとこう特殊な 4C が、はい、さらにこうちょっといろんなとこが特別になってるんですよね。特別になってますね、はい、で外観でいうと、はい、この辺のダクトとかヘッドライト、そうです、まずそうですね、限定から言うと500台限定でアジア200台という限定車になります。ローンチエディションなので、まあ、デビューした当時に、まあ、同時に出た形にはなりますね、まあ、デビュー記念車って感じですね。そうです。ノーマルよりかはちょっとそのパーツが違うような形になってます、まあ、まずはこのフロントバンパーが専用バンパーになるんですけど、見た目あんまりよく分かんないんですけど、すみません、ここじゃねえんかっていう、ここが通常のサイドのこのダクト的なところが、はいはい、まあ、ローンチエディション。あとこのヘッドライトのカーボンカーですね。すごいっすね、はい、市販車でもこんな感じのはないっすよ、ね、ないですね。レーシングカーです。はい、レーシングカーです。でもう本当に車じゃないんですよね。なんか本当にレーシングカーというか、そうですね、まあ、レーシングカーも車かもしれないですけど、いやいや、もうだから普通の市販車とか量産車っていう感じじゃないんですよね、はい、そうですね。だってアルファのホームページも普通なんかこうドライバーって書いてあるじゃないですか、はいはい、ドライバーって書いてないんですよ、うん、パイロットって書いてある。パイロットって書いてある。それぐらいちょっと普通の感覚でいうとこの乗用車とかそういう感覚ではないっていう、はいはい、でも普通に紹介してますけど、うん、ガバも全部ファイバーとかなんですよね。そうです、そうです、はい、もう超軽量、超軽量です。ボディサイズもコンパクトにできてるんですね。めちゃくちゃちっちゃいですよね。ちっちゃいです。ちっちゃいんですけど幅がすごいんですよ。幅が約1900ぐらい、そして長さが4メートルないぐらい。そうですね、はい、だから長さで言っても国産で言うともうフィットとか、あ、そうなんですよね、フィットとかビッツとかあのぐらいしか、そういう感じしかなくて、しかも高さが低いんです、すごい。1100いくつですか、はい、ここですからね。そうです、ね、ローダウンしてないですもんね。ローダウンしてないです、はい、すごいですねこの車。でも車の構造的に言うともうめちゃくちゃ軽いんですよね。軽いです、はい。なんか乾燥重量ですけどヨーロッパ仕様で890kg ぐらい、はい、で日本仕様だとエアコンついたりとか、モルモンついたりしますからね、まあ、油脂類入れたその総重量になるんであれですけど、はい、1100kg ぐらい、はい、なかなか多分皆さんピンとこないと思うんですけど、マツダのロードスターぐらい。ロードスターです、はい、まあ、軽自動車よりちょっと重いぐらい。重いぐらいですね、はい、それにこう強烈なエンジン積んであるわけじゃないですか。そうですね、はい。でボディ自体ももう至る所がこうファイバーなんですよね。そうですね。でこのボディ の、 この中心のモノコックのところがフルフルでカーボン、うん、でこの真ん中で言うと65キロぐらいしかないんですよ。よく勉強してくれ、勉強しました。はい、だからこの人が乗るところはもう本当に大人だったら持ち上げられるぐらいの軽さって、はい、で前のフレームと後ろのフレームなんかがアルミ使ってたりとか。そうですね、はい、はあもう言うことないぐらい。本当ですか、はい、ちょっともう今回そのガード工よりかも、はい、ちょっと乗ってみたいです。乗ってみたいですか乗ってみたいです、まあ、乗った感じはもう、まあ、後で、ね、感じていただければと思いますけど、はい、もう本当にすごい車です。そしてちょっと通り過ぎちゃいましたけど色もちょっと特殊ですよね。赤2種類あるんですよね。そうですね。でもローンチエディションはこの色しかないんじゃないですかね、メタリックの。あ、なるほど、はい、ちょっとこのメタリックの強いこっちの方の赤になってると。そして足元に行くと足元も、そうですね、このエディションのやつで特殊のホイールですね。この単造ホイールっていう、はい、アルファこのデザインなんかこう定番ですよね。そうですね。だからフロントとリアが1インチずつ出てる感じで、だからもうスーパーカーのセッティングじゃないですか。セッティングですよ。だからもうスーパーカーですよ。
ですよ、ね、1000万以下で買えるスーパーカーってフレーズだったので本当にそういう車だと思います。そしてブレーキは正直、はい、僕全然知らない時は、はい、なんでこんなちっちゃいブレーキついてるのかなと思ったんですけど、はい、もう車重がそれしかないんで、はい、もうこれでも十分強烈なんですよね。はい、そして、まあ、ちょっと見えませんけど足回りもすごいんですよね。アームとか全部パイプじゃないですか。そうですよ市販車でこれをやるかっていう、はいはい、カートですよね。だから、はい、まあでも本当にゴーカートですよ。本当ですよね、はい、そして横に行くとこの辺なんかもちょっとローンチの、そうですね、カーボンの入ってますね。そしてまた造形がすごいっすよ。なんすかこれ、プレスラインがここのダクトにつながってて、うん、すごいね、あれですよね。で今回はワンオーナーでサーキット走行なし、雨の日走ってない、室内保管っていう小山さん的には、はい、多分こんな車もう二度と出てこないです、はい、もうビビッと来たらもう買った方がいいですか、はい、買った方がいいですね。だってもう新車で生産中止になっててもう完売してるじゃないですか。だからもう本当に手に入らない車だと思うんで、まあ、これ以上台数も増えないから価値も下がらないですよね。下がらないです、はい、だから今回紹介させていただくのが多分もしかしたら最後かもしれないですね。最初で最後、それぐらい貴重な車ってことですね。そうそう、貴重な車ですね、はい、はい、じゃあ続いて後ろを、はい、後ろですね、はい、後ろの造形がまたすごいですね、はい、これ本当に。ここも一応カーボンが入って、あ、これもローンチエディションのならではのパーツで、はいはい、もう後ろのこのなんていうんですか、造形が普通にスーパーカーじゃないですか、はい、そうですね、なんかさっきフェラーリっていうもう本当にフェラーリの新しいやつみたいな、はいはい、でサイズがちょっとちっちゃいっていう、はいはい、まあ、言ってみるとねそういう風に見えますよね。見えますよね、はい、そしてトランクちょっと下見で開けてびっくりしたんですよ僕、はい、だってまさかのダンパーなしじゃないですかいりません、そういうのそういうのいりませんからね。ボンネット、国産のボンネットだったらこれありますよ、はい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 、輸入車でトランクはこの棒って初めて見ましたよそういやそれでも必要としないっていう、はい、エンジンですね、はい、4C が4シリンダーのあれなんですよね。そうそうそう、4シリンダーで C ですね。 8C とかね、はい、その流れを組んでる、はい、排気量的には 1725cc でしょ、はい、240馬力、240馬力、はい、だから馬力的に言うとそんなに、いやもう馬力じゃないですね、本当に2トンの車で500馬力級の、はい、級のです、はいはい、だって0100だって3秒4秒とかそんな、もうスーパーカーですよね。ので最高速も260キロぐらいですよ、ねそうです、はい、単純に倍にすれば2トン500馬力ですけど、はいはい、もう1トンしかないから、はいはい、減速の時とかはもうその比じゃないじゃないですか、はいはい、本当に、ね、後で、あれ、まあ、もう言っちゃいけないけど走ってて、はい、体感速度はちょっと違います全然。ベンツとかそういうのとまた全然違う体感速度で走るので、スピード違反出さなくスピードを楽しめる、あ、そういう感じの車ですね。なるほど、はい、そして結構アルファってそういうことを言うのはあれかもしれないですけどメジャーじゃないというか、ドイツ車とかに比べたら日本での知名度っていうのはちょっとあれかもしれないですね。でやっぱり板フラってちょっととっつきにくいところがあったりとか、はいはいはい、まあ、ディーラーの数が少なかったりとか、整備できるところが少なかったりとかするんで、はいはいはい、ちょっとこう敷居が高い感じするじゃないですか、うんうんうん、ただこの車の場合だともうまずエンジンが直列4気筒、はい、めちゃめちゃシンプル、はい、そして余計なものがついてないじゃないですか、はい、壊れる心配があるところが非常に少ないと、はいはい、だからもうその辺でもすごくいいなと思っちゃったんですよ、あ、買っちゃいますか、買っちゃえるんですかいやいやいいですか、僕買っちゃっていいですか、売らないですだからなんかもう板フラでも最新でも最新デバイスなんかいろいろついててっていうと、はいはい、ちょっと電気製品ね、ちょっと大丈夫かなと思っちゃうんですけど、うんうん、これ何もついてないじゃないですか、シンプルだからね、シンプルイズベストでも覗いたら整備性もめちゃくちゃ良さそうな、そう、だってスカスカですよ、だって、まあ、スカスカだね、もう整備性最高ですよ、うん、元メカニックの僕から言わせると、あ、そう、はい、なんかパーツ交換してください、はい、喜んでって感じ、喜んでだパーツの入手が簡単かどうかはまたそれ別の話ですけど、そうですね、うん、はい、整備性に関してはかなりいいし、うん、やっぱり余計なデバイスついてないと本当にその辺は心配なく乗れるんじゃないかなっていう、うん、そしてトランクの方はさすがにちょっと容量はかなり、そうですね、でこの辺パンク修理キットだったり、はい、本当にだからちょっとバックとか、そうですね、はい、ちょっと旅行も近場ぐらいだったら、はいはい、こなせるぐらいの、そんなぐらいの容量しかないと、こんな感じのトランク&エンジンルーム、はい、そして通り過ぎちゃいましたけどボンネットがまさかの開かない、開けられない、なんかボルト止めになってるんで、はい、開かない仕様になってる、そして、まあ、バンパー戻りましょうか、はい、衣装がすごいです、そしてマフラーが噂だと直感になるっていう、直感なんですからしいですよ、あ、もちろんその触媒とかは多分ついてると思うんですけど、あ、あとちょっと特殊な車なんでこの辺も見ときましょうか、はい、給油口がさっきの、ね、もう普通にフェラーリと一緒じゃないですか、そうですね、慣れてないと、あ、そのそうですよ、ね、刺さらない、ね、これパカパカ壊しちゃうんですよね、はいはいはい、だからちょっと慣れてるガソリンスタンドで入れるか自分で入れるかしてもらった方がいいかなっていう、ね、
入れるのもだってここでも慣れてるガソリンスタンドってアルファ 4C とかないよね、え、でも都内のガソリンスタンドってやっぱりスーパーカーの、うん、あ、見慣れてるからね、それは分かるけど、はいはい、4C すれ違ったことある俺ないな、走ってて 4C は僕何回かありますよ、バイパスは結構走ってる、っていうか目立つじゃないですか、だからすぐ目がつくんですよ、あって、台数的にはめちゃくちゃ少ないんですけど、目立ちすぎて、よく見かけるぐらい、ちょっと錯覚しちゃうぐらい、そのぐらいこう目につくっていう、はい、じゃあ続いて内装を見てみたいと思います、はい、じゃあびっくり仰天の内装でこれもうカーボン全部むき出しなんですね、そうですね、このモノコックの部分か、はい、どこから見ていきましょうか、ドアからいきますか、ドアからいきますか、ドアが見てください、この質素なドア、もう何もないじゃないですか、何もないです、まあ、内張りが本当にかろうじてついてるっていうレベルですね、はい、プラスチックの内張りがついてて、もうだってポケットとかないじゃないですか、ないです、収納も、はい、でスピーカーもかろうじてこのちっちゃいのがついてるっていうだけで、でもなんかこの取っ手とかはちゃんとレザーでステッチとかおしゃれになってるんですよ、はいはいはい、なんかそのイタリアなんですね、イタリアですね、そこは、はい、でドア自体も軽い、軽くないですか、物が軽い気がします、あ、はい、そしてそうなんですよ、この剛性分かります、剛性、うん、ね、はい、重量だって、まあ、マスターの大さぐらいしかないのに、そうそうそう、この締まり方、うん、そこはやっぱりすごいですよね、すごい、このあ、ね、ここのそうですよね、幅が普通車じゃないですよね、ほぼこのフロアでこう、はい、合成が取れてる感じですよね、はい、一応こういうところも一応プロテクションフィルム、今回のあ乗り降りでやっぱり足がぶつかりやすいんで、はい、でもこっちのカーボンの方も貼りたいですね、なんだったらこっち側も内側とか、そうですね、これもね、まあその辺は要ご相談ということで、要ご相談で、もう本当にこれは取っておく車ですね、そうですね、飾っておく車ですね、はい、うん、あとは時々乗っていただいて、そうですね、はいはい、楽しんでいただける、はい、コレクターズアイテムです、そうです、そうです、はいはい、シートはもうこれもローンチエディションの、はい、あ、これもローンチの専用のやつなんですね、専用ですね、はい、なるほど、張り出しこそちょっとちっちゃめですけど、うん、ほぼフルバケですね、いやいや、もう座っていただくと、はい、もうわーって感じですよ、せっかく乗る前なんで、こちら、あ、もう全部フロアのこのカーボンがむき出しなんで、むき出しなんで、はい、背中も床も全部このカーボンっていう、すごいっすね、すごいっすよね、芸術です、カーボン好きにはたまらないそうですね、はい、でもあえてこれ多分塗らないでむき出しにしてるってことは、いやいや、うん、多少そういう色気的な部分とか、はい、うん、まあ、重量的に内装つけないっていうのもあるかもしれないですけど、はいはい、じゃあちょっと乗ってみたいと思います、これはさすがにお尻からが正解ですか、お尻からですね、はい、はい、よいしょ、スーパーカーの乗り方ですね、はい、うわ、よいしょ、シートは当然の手動です、手動です、はい、ハイトアジャストも何もついてないです、これで電動だったら逆にがっかりしちゃう、そうですね、はい、そしてリクライニングびっくりしたんですけど、はい、しない、しない、そうです、ここでおしまいです、はいはい、前にこそ倒れるんですけど、はい、後ろはここまで、ここです、はい、ほぼ直角ですね、直角とは言わないですけど、でもどうですか座った感じは、いやもう座った瞬間にスイッチがオンになる感じです、でシート自体座面はやっぱりこの横の張り出し低めなんで、はい、足はこう割と楽です、こうなっちゃう感じしないですか、ペダル関係も結構ね、ペダルがこれびっくりなんですよ、はい、オルガンじゃないですか、オルガンですね、普通にレーシングカーじゃないですか、レーシングカーですね、だって床から生えてますよ、でブレーキの角度に至っては、うん、もう90度通り越してるんですよ、そうです、はい、なんだったら115度ぐらいまで、うんうん、だから踏み方もこう、なんていうんですか、はいはい、こう踏むんじゃないんですよ、はいはい、奥にこう進行方向に対してこうグッて踏む、でちゃんとフットレスト大きいし、はい、アクセルももう完全にこうレーシングカーのそれですよ、でさすがにちょっと僕さっきその下見の時に心配になって、ブレーキこれブースターついてないとかありえるかなと思ったら、ブースターが手前についてるんじゃないですか、手前にね、はい、見えるっていうそんな車あります、すごい、もうシートがすごいです、ただ、なんだろう、ちょっとこの背中の張り出しとか、はい、そんなにきつくないんで、はい、長時間乗っても多分あんまり疲れない感じなんじゃないかなっていう、うん、そんな気はします、やっぱレースって長時間走ることも考えていますよね、もちろん ね、 そうですね、シートなんかもやっぱり、そうですね、はい、ただフルバケ結構形によってこう背中が張り出てるのとか、はいはい、ちょっと猫背がきついのとかあるんですけど、うんうんうん、これは割とニュートラルで、ニュートラルで、はい、まあ、あの万人の方で、そうですね、多くの方に受け入れられる感じじゃないでしょうか、はい、そして運転席からの視界はこんな感じです、意外にちょっと視界はいいです、意外ですね、びっくりしました、はい、ただちょっと助手席側はちょっと視界がこの大きいミラーと
はい、これミラーもあるんですけど実際見えないんですよ後ろ、はいはいはい、なので今回は後付けでこれあのミラーをつけてます。デジタルインナー、デジタルミラー、はい、ちょっとこれが大きいのとあとこっち側のフェンダーがかなり大きいんで、はい、ちょっと助手席側の視界はあんまり良くないですこの辺は。ただ運転席の視界はもう抜群にいいです。ちょっと外から見るよりもかなりいい感じです。さっきもお話ししましたけどサーキットが走るそういう方じゃないのでナビゲーションなんかもしっかりついてたりとかこちら側のミラーもモニターで見れたりとか。なるほど、助手席側のこう視覚をここで確認することができる、はい、ちょっと快適な、はい、まあ、そういった装備もちゃんとしてるので、まあ、普段使いに困らない装備もしっかり今回ついてると、はいはい、でアンテナが見えますけどまさかの地デジも当然ついてると。テレビもあります、はい、そしてハンドルはちょっとこれ変わってますね。ここが D シェイプの中でもかなりきつい D シェイプというか、はい、ここはほぼ隙間がない、はい、なんとなくここが平らになってるステアリングとか多いですけど、うんうん、もう完全にここが平らです。そしてこうもうこう持つのを想定してないんですよね、うん、だからもう全然こっちの上と違う、はいはい、もう下はもう全然もっと太いしここはとんがってるんですよ。で上はもう普通の、そして真ん中はちょっと細く、だからもうここ以外持つのが多分想定されてないんですよね、うんうん、ここがアルカンターラでここはパンチングで全部レザーって、はい、そしてパドルですね、はい、パドルもついてると。でこの車が CTC でしたっけ、半式のデュアルクラッチ、はい、6速ですね。ちょっとその辺も乗ってみたいと思います、はい、キーレスは一応ついてるんですよ。キーレスついてます、はい、こんな鍵が今余剰しちゃってますけど、そしてここ、この辺は割と普通な感じで、そしてオンにするとこれまだだって余剰張ってあるじゃないですか。張ってます、はい、距離もね、わ距離も4000キロっすよ、はいはい、そしてメーターは液晶このフルデジタルにこそなってますけど、はい、めちゃめちゃレーシーです。レーシーですね、はい、で真ん中に速度表示とタコ、はい、あとそれぞれ燃料と水温ですかね、うん、ついてるとすごくシンプルなメーターです、はい、そして気になるところはハンドル、しっかりチルトとテレスコもついてると。これはついてるんですね。ついてます、はい、ホンダの S2000 とかついてないじゃないですか。え、ついてないんですか。ついてないんですよ。だからハンドル固定なんですよ。固定なんだ、はい、それちょっとねびっくりですよ、ね、びっくりだね。ただその分なんかこうフィーリングがいいっていうか、うんうん、気候がない分フィーリングがいいっていう話ですけど、まあ、アルファの場合しっかりその辺もついてると、うん、そしてもうこうしただけでもうパワーステついてないなっていう、うん、パワーステないですね、はい、もう感じ取れます、うん、もう明らかにこれパワーステない車のこう挙動だよねっていう、はいはい、今の若い子はパワーステない車乗ったことないでしょ。ないですね、うん、たまに軽トラでついてなくてびっくりするっていう多分そういうレベルだと思うんですけど、うん、まさかのこれパワーステついてないと。ただパワーステなかったらなかったらない用のその何ですかギアになってるし、うん、あとそれなりの乗り方すれば全然困らないんですよ。走ってる分には本当にダイレクトですね。ですよね。停車中にハンドル切っちゃったりするとそうこうあれですけど、ちゃんとそのパワーステなし車用に、まあ、慣れれば全然ですよ。ない車はない車でこう車動き出してからこう操作っていうのに慣れれば全然その辺は大丈夫なんです。大丈夫です。そしてこの辺のレバー類はもうスタンダードなタイプで、はい、でダッシュボードなんかはもう本当にシスシスですね、はい、もうプラスチックむき出しの感じです、はい、そしてエアコンの吹き出しなんかも当然全部手動のこんな感じです。で、ここにね、ローンチでしょ。あ、しっかりこの辺にカーボンのパネルがついてると、はい、とあとは、はい、200台のうちの80番、はいはい、ローンチでしょ。そしてエアコンなんかもマニュアルですか。マニュアルですね。マニュアルですね、はい、はい、さすがにマニュアルですよね。んこれドラレコです。あ、ドラレコもついてるついてます。ナビと連動してるやつですね。なるほど、はい、エアコンついてるの嬉しいですね。やっぱりさすがにエアコンついてないと夏場乗れないんで、ね、本気しようすぎてもね、やっぱり市販車としてはなかなかね、まあ、テレビも見れるエアコンもついてるってなってくると、はい、最低限のとこはやっぱりしっかりついてると、はい、でこの辺がギアの、はい、セレクターとあとこれモード切り替えですか。モード切り替えです、はい、これがね本ちゃん仕様と街乗りと切り替える。あ、なるほど、切り替えられると、はい、でハザードとパワーイント、パワーイントです。そしてこのサイドブレーキちょっとこれ独特じゃないですか。太いし柔らかいし、そういう独特さですね、はい、あんまり気がつかなかったそれは、はい、これ握った瞬間に太うと、うん、はい、もう BM の、 あの M スポーツのハンドルぐらいの太さの、はいはいはい、そして柔らかいっていう、柔らかいですね、僕的にはこう引くかもしれないじゃないですか、はいはい、走行中にもうちょっと硬くしてほしかったです、はい、でもそこのサイドブレーキもねもう見なくなっちゃうのかな。そうですね、みんな今電動っすもんね、はいはい、もうちょっと硬い方が、
もうちょっとこうしっかりこう剛性のある感じの方が良かったかなっていう、はい、そしてこの辺なんかも全部当然プラスチックです、うん、そしてドリンクホルダーはかろうじて1個らしきものが、あ、一応2個になるんですね。ただちょっとこうもう車の中で飲食しないでくださいっていう、そんな車ですね。いやいやいや、まあまあ、だってペットボトル置けないじゃないですか。そうですね、せいぜい缶コーヒーです、はいはい、後ろの方がちょっと大きめで、で一応シガーはついてる、はい、そして助手席グローブボックスもなければ何もないと、うん、ここにちょっと、ね、あ、一応ちょっとこう、うん、なんていうんですか、ネットというか、うん、あります、ね、はい、がしっかりついてる。で後ろに関しては壁です。壁ですね、はい、一応変わらず、しっかりこの辺もカーボン。でここにここにフォーシート、可愛くちょっと小物入れ的なものが、はい、ちょっと暗くて映らないかな、はい、ついてます。でここがガラスなんですね。そうですね、全然熱とかもね来ないみたいですよ。あー、なるほど、十分快適に。カーボンだからその遮熱性なんかも高いんですかね、うん、背中のだと思いますね、はい、そしてこの辺やっぱり後ろの視界はほぼゼロに近いんで、うん、まあ、デジタルインナーミラーがついてると。そうですね、はい、そして屋根の低さ的にはまあまあ全然乗れちゃいます。僕175でまだ全然隙間あるんで、おそらく180以上の方で、はいはい、でシートもかなり後ろ行くんで、はい、僕の短い足だと全く届かないぐらい、うん、はい、やっぱりそういうところはやっぱりこう、ね、世界的なところは全部そうですね、考えて作られてますよね。足の長いイタリア人が乗っても大丈夫なような、はい、なってます。続いて店頭周り見てみたいと思います。お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。ありがとうございます。改造車の買取実績ナンバーワン、欧州車の買取はボンドカーズまで。さあ、ショールームを重捨て重捨て仕様で、いや、動き出してからハンドル切れば、そうです。一応今回バックカメラと、はい、フロントカメラ、フロントカメラもついてます、はい、ブレーキめっちゃ効くでこれが液晶のあの、まあ、ミラーですね。あー、なるほど、はい、フロントカメラもついてると。これブレーキやばいっすよ。やばい、やばいです。車さっきのブレーキのあのちっちゃいとかそんな、もうちっちゃいとか言って本当にジャンピング土下座しなくちゃいけない感じですよ、これすごい。ちょっと待ってください、ブレーキで感動する車、感動しますねちょっとこの聞き方ってやばいっすよこれ。近いでしょ、近いっていうか近くてグッて感じで、はい、もういわゆるこう遊びというかこう、うん、なんですか、聞かないところがないっすよ、うん、油圧がかかったらもうすぐ効く、うん、でもこれ車重1トン 1.1 トンじゃないですか、うん、やばいっすね多分。日本仕様エアコンとかフルでついてる。いや、行かない、待ってください。ですね、視認性はフロントガラスはいいんですけど、うん、助手席だったり後ろに関しては見えないです、うん、はい、うわー、今のダンス、うわー、まずですね、どっからレビューすればいいですか。いやいや、どっからでも。まずですね、あそこの斜めに降りたじゃないですか、うん、剛性が半端じゃない、はい、なんかこう普通のモノコックの車に乗ってると、うん、多少ないとこミシミシとか、うん、なんかこうよじれてる感あるじゃないですか。全くないです、うん、硬い箱がこう、うん、降りた感じ、降りた感じで。そしてブレーキはやっぱりこうちょっと尋常じゃないです、尋常じゃないです。クリープないですよね。ないですね、はい、クリープはないんで DCT なんで踏まないと進まない、はい、進まないですね。でもちろんブレーキホールドとかそういう余計なものは一切ついてない、うん、はい、でハンドルはもうパワーステついてないだけあって、うんうん、もうめちゃめちゃ素直、素直ですね。だからゴーカートですね。ゴーカートです、うん、
で足元見たらさすがにそのフルピロではなかったんですけど、うんうん、なんていうんですかパイプで、うん、もう本当にちっちゃいブッシュでつながれてたんで、うんうん、もう遊びは最低限ですよね、うん、うわー今オートマモードで乗ってますけど、はい、別に全然普通にあまあ普通に乗ろうと思えば乗れちゃいますよね、うんうわ、うわすげえこれすごいでしょこれすごいクッて感じでこれはですね、よくこう自分の思った方向にこう、うん、通りに操作できるとか言うじゃないですか、うん、その通りですそう感覚的に言うとなんか昔その F1 とかでこういうあそう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 ね、それがこう自分でためとかないっすねためとかない感じで、うん、スッてスッていく感じでねいやレーシングカーですねレーシングカーですよ、はい、まずこの後ろから聞こえてくる音もすごいし、うん、当然こうパワーステじゃないんで、うん、こう路面のこの入力が全部こう、うん、ハンドルに伝わってきますね、うん、輪立ちは輪立ちでちゃんとハンドル取られるし、うん、そうデコボコでこう、うん、ふいって軽くなったりする瞬間もあるしだからそうですねだから本当にタイヤ4つついてるけどなんかバイクに近いですよねあ、そんな感じですか、はい、感覚がバイクに近いですわじゃあオートマモードでマニュアルモードに変えたんですかはいすごいなんかもう狭いとかなんかそんなの全然全く忘れてましたもん、うん、いつものツッチの距離とちょっと近いもんねそうっすこの距離が近い感じで、はいはいいいじゃないですか女性の方とも仲良くなれますよ、ね、デートで使えるスポーツカーで、はいはい、かもしくは超嫌われるかのどっちかっすよねいやでもねこれうるさいって言われちゃいますよいやそんなことないんじゃないかなうわダイレクト感どうですかシフトすごい変速ショックゼロスパンスも入ってるねああピタッと張り付いてる感じで全くロールしてないですね、うん、これカートっすねカートですね、うん、乗り心地ももう結構ガチガチだし、うん、街の中走るカートっすよこれ、うん、うわこれはですね多分 C1 をちょっとぐるっと回っただけで超楽しいですね楽しいねこれすげえでも体感もさっき言った通りそんな、はい、本当のスピードを感じられる感じじゃないですか100キロだったら100キロのスピード感っていうか、ねはい、ただその怖さはないですよ怖さはないですよね、はい、自分のこう思った通り操作できるんで、はいはい、だから あれこんなスピード出てたんだっていう感じじゃないですねそうですね、うん、ただこの音とか振動とか、うん、しっかりその100キロで感じるはずのものが全部感じられます、うん、感じるちょっとそんなに出してないですけど、うん、いやこれすごいこれダイナミックモードやってないけどもう早くももうおかわりしちゃうでしょもう2週ぐらいですか今日いや今日1週あと1週で、はい、本当っすか、はい、これはちょっとすごいなんかねいつもで非現実をなんて言ってもおーおー早っ早い、早い、ね、感じるって言ってるけど本当に非現実の車でねああそうですねこれはいいっすよこれだからやっぱりね本当に夢だよねこのガレージに1台止まっててメインの車があってそうですねこのサイズだったら僕所有できますもん駐車場止められますもんちゃんとなんで生産やめちゃったんだろうね、もうねどうなんすかね趣味性が強すぎるからいや強すぎますよこれは、うん、これはうちのかみさんにちょっと買うって言ったらぶっ飛ばされるやつですよ、うん、これ一応このメーター周りなんかもね、はい、あのローンチエディションで、はい、しっかりカーボンになってるんだへえすげえすごいっすすごいっすかなんかこうエキシージーとか皆さん比べられるんですか、うんうんうん、そんなことないですかあいますねはいでもそっちよりか乗りやすいんじゃないですか僕もエキシエージそんなにブーンって走らせたわけじゃないんですけどお客様で乗られてる方がいて乗ってる機会あったんですけど、うん、全然乗りやすいですよ、うんはい、まずもうエキシエージ入っちゃったら出るのが大変なんですよ僕みたいなデブだとああそうなんですよそんなんですよそうなんだもっとここがタイトっすよ全然
でもこれも、はい、変な話ですけど、まあ、今回回答させていただいたじゃないですか、はい、奥様も乗られてたぐらいなんで、でもこれは乗れますよ、乗られてたんですかって言って、もう乗ってましたよなんて言って、はい、これは乗れますね、はい、ちゃんと乗りやすさもあって、でこのターボがまた気持ちいい、うわ気持ちいい、ツッチ久々のテンションマックス、はい、前ね、これは欲しい、うん、これは欲しい、だしかもこれ値段下がんないじゃないですか、もうそうね、じゃあ持ってていいですよこれ、もうどうせもう一周するんだったらこの、はい、ダイナミック、ダイナミック、ダイナミック本当に全部の制御がオフになっちゃうんでお気をつけくださいね、もともとついてないですよね、いやでも本当に本当に制御がオフになるんで、あそうなんですか、はい、これもうあのワンコスリしたらもう速攻買い上げです、定価で、定価で定価になるんですか、定価で、本当ですか、新車の定価がより値段全然下がってないですからね、ですよね、うん、いやこれは下がんないですよ、うん、でも新車の定価から今回そのなんですか、こういうナビだったりプロテクションだったりって付けられてるので、はいはいはい、結構お金かけてますよ、100万ぐらいは全然かかってるので、これはいいな、ね、ほらミラーもこうやってちゃんと、いや確かにこれぶつけちゃったら高いかもしれないですけど、うん、これだってそんなに乗らないから、うん、そんなに消耗品も出ないし、うん、そのやっぱりその故障とか心配される方多いかもしれないですけど、うんうんうん、だってこれだけシンプルな構造っすよ、そうそう、余計なもん何にもついてないし、もう直列4気筒なんてもう一番基本のエンジンじゃないですか、うん、そうですね、それ V8 とかってなってくるとこれちょっとこう整備性もあれだし、でも正直その故障故障じゃない、はい、いいじゃないですか、もうそうっすね、この車はもういいです、そうっすね、はい、すいません、はい、ちょっと貧乏人工場が出ちゃいました、いやいやいや、もうこれはコレクターズアイテムですよ、本当にね、多分ないな、これもう二度とないですね、これは、こんなカーブ曲がるだけでこんな楽しい車あります、なんか本当になんて言ってなんですかね、こうなんターンテーブルに乗ってる感じでね、もうだからロールしないか、こう、うん、こういう移動なんですよ、こうじゃないんですよ、うん、いやこれちょっと車好きな方には皆さんにちょっと、この感覚味わっていただきたいな、うん、本当にカートなんですよ、だって路面のこの段差とか全部ハンドルに伝わってくるんですよ、一応今あれでしょ、シフトチェンジ上げろよと、上げろよと、上げろよっていう警告ですね、すげえこれ、いや本当にカートっすよこれ、見てくださいこれ、ほらね、クイッツってクイッツね、あでも一応マニュアルになってでも、うん、このシフトダウンとかある程度のところまで行けば勝手にしてくれるんですよ、ね、そうですね、エンストはしない感じでね、うん、これはちょっとでも一回そうマニュアルありますかって言われたんですけど、マニュアルないんですよね、はい、やっぱりねこれね、あ、はい、全部この TCT、 そうそうですね、まあでもこれはマニュアルあったらあったらまあ楽しそうですけどね、うん、ちょっとこれアルファ僕、まあ、別にアルファに限らずなんですけど、うん、小島さんと車両紹介するときに、うんうん、だいたいホームページと、うん、あとウィキペディアを見るんですよ、うんうんうん、でなるべく他の人が乗ったレビューとか見ないようにしてるんですよ、うんうん、こう先入観がこうついちゃうんで、で結構その乗った人の先入観でこう喋ってるじゃないですか、うんはいはい、喋ったりこう書いてるじゃないですか、だからこのアルファは特にちょっとあんまりそういうの聞きたくないなと思って、うん、ホームページとウィキペディアだけで調べたんですけど、うん、まあこう歴史が何ていうんですか、深いというか、うんフェラーリとのつながりとか、はいはいはい、もうずっとひたすら見ちゃいましたよ、そんな全然知らなかったんで、はいはい、恥ずかしかった、アルファの世界へ、はい、あこういうんなんだと思って、いやまさかフェラーリとそういう風につながってるって知らなかったし、はいはいはい、もっと言えばそこから話が広がって、はいはい、そのフェラーリの馬とポルシェの馬が同じ馬のことを言ってるとか、はい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 、このアルファの紋章のこの十字架とヘビ、うんうんまあ、一説にはなんかドラゴンだっていう説もあるんですよね、はいはいはい、なんかそういうのも見出したらキリがないなと思って、うん、あそういう歴史をねこう追っていくのも楽しいですよね、そうですね、うん、もうウィキペディアだけでも永遠見てられます、うん、わすげえ本当にこれカートです、カートですね、これ屋根開きもあるんですよね、屋根開きもありますね、はい、なんかやっぱりその車
としてじゃなくて、その、まあ、コレクターズアイテムって言ったらあれですけど、うん、芸術作品とか、うん、なんかちょっとそういうのも、うん、まあ、多少あるんじゃないですか。そうですね。いや、フェラーリなんかまさにそうで、うん、なんか限定車、うん、作るときに市場でどのぐらいの人が欲しがってるかっていうのを調べるんですよ、うんうん、で必ずそれよりマイナス1で作るらしいですよ、499台とか。ああ、されてんね。いやいや、そうすることによって、うん、要はその需要と供給のバランスが、うんうん、もう絶対その需要の方が多い、うんうん、だから乗ってる人もそのステータスになるし、うんうんうん、資産価値も下がらないし、うんうんうん、っていう作戦らしいですよ。あ、でも商売で限定車って言ってるけどボンボンね作ってるわけじゃなくてっていう、そのバランスをちゃんと見てる感じでね、らしいですよ。やっぱりありふれちゃうとその価値も下がっちゃうし、はいはい、ステータス性も下がっちゃうから、限定車も必ずその少し少なめに作るって、うん、そこ大事ですね、はい、もうフェラーリなんかまさにそうじゃないですか、うん、車というよりもなんか芸術作品、うんうん、価値でね、はい、うん、だから500台、まあ、もっと走っててもいいのかもしれないですけど、うん、やっぱりこの台数だからこその魅力がありますよ、うんうん、うわー、めっちゃ楽しい。吸引ふーって、うわー、なんすかね、もう本当にブレーキの効きとか、うん、こんなに効く車乗ったことないですよ、本当に。そう、はい、あ、ポルシェとかもすごくブレーキ効くじゃないですか、うん、ついこの間もちょっとカメラマンの車乗ったりもしましたけど、うんうん、なんか違いますね、もう本当に、うん、スパルタンサーで言ったらもう全然こっちの方が上っすよ、うん、だってこれ本気で踏んだら多分ムチ打ちになるぐらい効きますよ多分ね、うん、まあ、ポルシェもそのレーシングモデルはあれかもしれないですけど、うんうん、普通の911とかだったら割とこう乗用車に近いタッチで乗れるじゃないですか、うん、すごく効くって言っても、うん、これもう本当にレーシングカーですよ、ね、踏み方もなんか踏みしろも、うん、いやでもいい経験させていただきました。いやいやいや本当に超いい経験させてもらいましたよ。いやいやいや、私もね、やっぱり買い取りの話いただいて、はい、こういう体験もさせていただけるので、そうですね、ありがたいお話ですよ、まあ、買い取りいいのはその前オーナーさんとお話しさせていただいて買い取りだから、はい、その車のどういう感じかっていうの分かるじゃないですか、うん、だね、大切に販売させていただけますっていう感じでいただけるので、はいはい、じゃあもう終わりですよ、終わりですこれ撮影終わってから乗れないですか、これダメですダメですちょっとこれはちょっと高速乗ってみたいな、高速じゃなくてもいいな、ワインディングとかでもいいですけど、うん、いやおしまいですか。おしまいです、はい、ありがとうございます。いやこれすごい、本当にすごい。お疲れ様でした。お疲れ様です。ドレスアップ車両の買い取りもお任せください。欧州車の買い取りはボンドカーズ。はい、というわけで今回はボンドカーズアリーナよりアルファロメオ 4C ローンチエディションご紹介できてないですね、はい、一緒に見るっていう動画で、そうですね、はい、お届けしました。は、はい、また今回ですね、ボンドカーズではあの全国買い取りを募集しておりますので、ぜひ、お問い合わせをお持ちしております。ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。